でね、質問だっけ、うん、うん、いや1個来てるんで、これもちょっと、はいはい、間にちゃう、じゃあ質問いきます。レイ先生、おっくん、しみちゃん、くぜさん、そしてまえさん、りんださん、こんにちは。今回お二人に悩みを聞いていただけるということで、こんなチャンスはないと勇んでメールさせていただきました。果たしてロックな恋かは分かりませんが、それ系の悩みを聞いてください。恋愛相談なのかな。ペンネームグリーンオアシスさんですね。毎朝の通勤での話なんですが、実はある女子の、ある女の子のことが気になっています。その子は女子高生なんですが、自分が利用する電車の乗車口付近にいつもいて、たまに目があったりします。ういーういー自分は車両の奥に行くので、すれ違う一瞬の出来事、ただそれだけのことなんですが、あまりに毎日同じ場所にいるので、興味本位で自分も同じ場所で乗ることを続けていました。いつか彼女の方が電車の時間や乗車口を変えるだろうと思い、それまでのちょっとした朝のイベントくらいに思っていたんです。ですが、それから毎日彼女も自分も同じ時間の電車の同じ乗車口を使い続け、そしてたまに目があったりして、気づけばこんなことがかれこれ1年近く続いています。おー、目が合うだけでなく、乗り込む弾みでたまに荷物や体が軽く触れることがあります。近なってってる。ですが、それ、なので、彼女が自分のことに気づいていないということは、まずありえないと思います。そして、自分の常識で考えると、こんなにも長く同じ時間の同じ場所で会うのが続くのは普通じゃないと思うんです。こうなると、初めは面白半分でやっていたはずが、妙に気になってしまい、たまに見かけないと少しがっかりしてしまうんです。さすがにこれだけ毎日会っていると、せめて挨拶くらいはしたいと思うんですが、はっきり言って女子高生に入れ込んでいるなんて、なんて気持ちの悪いやつだと感じる方が大多数でしょう。これ何歳の人なのこの人。本当に申し訳ございません。懺悔いたします。おそらく私は何もしないと思います。そしてこのことを人に話したことはありません。このまま何もなく、自然とこの状況は終わっていくと思います。なので、せめて皆さんに教えていただきたいんですが、普通に考えてこんな状況が1年近くも続くことはあるんでしょうか。なんちゅう質問だ。そして彼女は何を思って同じ時間の同じ場所に居続けているんでしょうか。特に意味はないのでしょうか。それとも少しはこちらを意識しているんでしょうか。なんだかオリンポスの果実のような文章の終わり方ですが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。かしこということで、ペンネームグリーンオアシスさんからですと。まあ、質問をまとめますと、毎日同じ電車の同じ車両の同じところに乗っている女子高生がおって、それまとまってた。でもすごい分かりにくいとこはなかった。まあ、相談員はどう思われますか。結局なんなんやっけ。だからこれはことはありえますかってこと、向こうの方は意識してるんちゃう、どう思いますかとか、これは偶然ですか、自分からは行かへん予定ですよね、うん、これは。だからこれはどうなの、どうなんや。人がものすごい冷静っていう、うん、リンダはこう、うん、女性の立場です。いや、まあうちもようあるかな。え、あ、またこの人やって思ったぐらいの話ぐらいの認識ぐらいの話。まあそうですね、うん、目合うけど、うん、じゃあ何もないってこと。あ、どうもって思って乗ってたりするうちは。うん、分からん。でもね、そうっすね、どう思ってるんかは。でももう1年ぐらいでしたっけ。1年以上でしょ、うん、1年以上顔合わせてるから、普通に聞いてみたらどうかな、うん、でもさ、うん、次また同じ、明日も同じ電車乗る予定やったらさ、うわ、気まずいずらさなあかんとかさ、電車を、車両の、そう、なんか負けた感あるんちゃうかな。言い方ちゃう。なんて、ちゃいますよね。どういうこと。ちゃいますよね。え、ちゃいますよね。はかっこちょっと気になってますか、俺のことってこと、うん、そんなに発射していきなりちゃいますよねって言うんですか。ちゃいますよねって言って、うん、ちゃいます言われたら、あ、ちゃいますって言ったらいい、うん、ちゃうんちゃいますか。そうですって言ったらいい。でもまあ、俺は
でもそれ怖い。聞くしかないじゃないですか。ただ聞かなくてもいいと思うし、なんか、うん、まあそのままでいるのがいいんじゃない。ただだからこの何だっけグリーンオアシスさんがものすごいこう、うん、もう本人がめっちゃ意識してしまってる、うん、高まってる、うんうん、だからこういう女性はただ、まあ、リンダが言うように特に何も感じてないかもしれないってことですね。だからそのでもほらこう何て言うか認知の問題で何かいい印象を与えてると思ってしまいたいというか思いたいじゃないですか。あの子絶対俺のこと気になってるから毎日同じ車両乗ってんねんみたいな、うん、思いたいからやっぱ声かけたいんじゃないですか。そうもし思いたいのであれば、うん、それは声かけない方がいいと思う。思い続けたい夢をね。朝のごちそうとして取っといた方がいいと思う。で向こうからね。そうそうそう。そうっすね。なんかあそれこそ何かあるなら、うん、あやっぱそうやったんやっていうことですね。あのそれから考えてみるっていうのもどうですか。あ、うん、これはどうですか。はい、なんか落とすで拾ってもらってあすいませんみたいな。感じで2018年やっていやいやいやすいませんみたいな、いつも同じ車両ですねみたいな、どこの学校なんですかとか。あでも学校とか聞かれたらキモいかも。多分通報やった激沈うん、なんやろ。質問者が何歳なのかわからへんから、そこは難しいよね。うん、まあでも、こんな年でみたいな感じやから、多分、まあ、30代、40代とかじゃないですか、女子高生が気になる。わからん、60とかかもしれない。そんなに蒲田やすらいや、もうそんなの。気になる。どうですか、うん、マヤさん。でもまあ、うん、とりあえずこの普通に考えてこんな状況が1年近くも続くことはあるってことですよね、リンダの話では。うん、うん、ある可能性があるので、うん、まあ、さっき言われたみたいに今の状況を楽しんでおくということがやっぱり重要なんじゃないですか、うん、でも向こうから何かそういうアプローチがあった場合はそこから考える。それまでは毎日楽しむ、うん、毎日楽しむ、うん、っていうか楽しむっていうか、まあ、それを生きがいにこう生きがいにこう楽しいっていうかワクワクしながらいても別に誰も怒らないと思います、うん、はい、はい、うん、では専門家のご意見を。じゃあギターで言いますと、うん、こういう感じで生きるかこうなっていいのかっていう話じゃないですか。だからちゃいますよね。ちゃいましたみたいな。ちょっと心残り感だとシックスを入れてちゃいましたみたいな。こんな感じで、こちらから以上です。天才ちゃん、俺らが喋ってる間こんなこと考えてたんですよ。さっきマヤさんが、うん、難しいコードを使わないって言ってたけど、はい、俺絶対嘘じゃねえかと思ってずっと祝賀の曲を考えてたんだけど、うん、本当にその何シンプルコードで作ってる。あんまりないですよ。あんまりこう、はい、マイナーとかしかないですよ。まあ、ここのこれを足してるだけで基本的に D でやってるみたいな。そうですね、うん、なんか音の方が、うん、先に音だけを追ってるっていう感じ、うん、あんまりメジャーセブンとか古尺なコードに頼ってごまかそうとしないみたいな感じ、まあ、あんまなんかこう、うん、ロックンロールっぽく一番なるんでメジャーに稼ぐ数字になるみたいな、はい、ちょっと悲しい感じを出したかったらマイナーにする。マイナーに単純にマイナーになるみたいな。そうっす。ああ、マイナーになりたくなかったら声かけない方がいいんじゃないかな。そうっすという感じで。ありがとうございました。素晴らしいご回答でした。やめとけということで。いや本当はね突っ込んでほしいですけど、まあ、なんか本当はね、本当はね、うん、
まあ、でもいろいろありそうなんでやめときましょう。うん、なんかその、うん、なんていうか、あんま、や、やばなこと言いますわ。え、ちゃいますよね、俺は、正解だと思う。ちゃいますよね、いいと思う、俺。うん。そうだと思う。めっちゃいきなり、うん、え、いきなりやから。うん、いきなりちゃいますかね。うん、だからもう1年ぐらい経ってるじゃないですか。そう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 、だから、もうちゃいますよねって言って、ちゃいますって言われたら、もう車両を変えるきっかけになるじゃないですか。そうそうそう、それだけの話じゃん。違う違う、だって本人は、うんうん、そのなんか、淡い思いを楽しんでるわけでしょ、うんうん、なんかそれが終わってしまうと、やっぱり、寂しくないですか、うんうん、ちゃいますって何なんなん？いきなりちゃいますよねって何なんなん？最高のパスやんけ。だそう、最高のパス？そう、ね。だからもう、そうやったら、そうですって言うんですよ、多分。そうそうそう。いや、もう、オーディエンスを。本当に本当に。一年経ってるから、うん、あの、ちゃいますよねって言ったら、いや、そうですって、多分、相手言うと思います。うん、確実に。好意がありますっていう。もちろん、同じような言い方で返してくれます。まあ、最初もちゃいますよねって言って。多分、そのまま、また一年、その状況続くと思います。そう、何も言わないと。はい。いや、その確認があった後も、ああ、はい、もしそのちゃいますって言われなかったら、いや、ちゃいますよねって、そうですって言われてからもう1年、うん、多分同じ状況は続く。そうですって言われても、はい、うんうん、それぐらい、うん、あのゆっくり言ってもいいんじゃないですか、うん、その時は、うんうん、はい、急がない、うん、急いじゃダメ、うん、そういう時は、うん、と思います。じゃあちゃいますで、こちら大丈夫です。1年後にもね、まだちゃいますよね。毎年聞いてちょ待って、マジでちゃいますってなんなん。ちゃいます、むっちゃおもろいやん。ちゃいますっていきなり言われたらどう。違う、だから自分の頭の中でまた今日も一緒になったっつって、やっぱ今一瞬目があったとか言って、もしかしたら俺のこと好きなのかなとか、なんかチャンスあるのかなとか、声かけてくれるの待ってんのかなみたいなやつがガーッと盛り上がってんだけど、それはちゃう可能性があるわけ、うん、ほぼちゃう可能性なんだよ。そう、ちゃうでだけど、いや、もしかしたら向こうもそう思ってて、早く声かけてこいよって思ってる可能性もあるから、その確認のためにちゃいますよねと。いや、だからそのなんか全部飛ばしてちゃいますだけ聞くのって、その瞬間にその瞬間にはーってなった瞬間にちゃいましたね。だからそうちゃいましたね。1年間会ってんねん毎日。そうそれぐらいが分かるよ。ちゃいますで、そう、分かる。はーの瞬間で、うわー、すいませんでしたって割れるじゃん。そう、分かります。うん、納得できたらいいんだ。いや、女の子は毎日カウントしてない可能性高いっすね。いや、だからその場合は多分はーって言うと思う。そう、はーってない。そうじゃなかった場合の話ね、うんうんうん、これでももし関西やったらちゃいますといけますけど、うん、ちゃいますってなんかちょっと可愛いじゃん、うんうん、でもね、関東だったら、関東となんて言うの、違うよねって言うのかな。めっちゃ嫌だよ。最悪しゃくれた。しゃくれの方向から来た、ね、違うよね。違うよね。すごいじゃない。違うよね。ダメだ、関西ずるいな。ダメだな、関東な。ニュアンスめっちゃ変わるね、ほんまに。ダメ、な感じになっちゃうな、うん、あれ違った、うんうん、ごめん、違ったっていう言い方かな、うん、いやー、難しいやん、ちょっと、もう良くないですか、この人。もう盛り上がった。なんか CD とか渡したらいいんちゃうかな。え、好きな CD、 好きな CD やな。それいや、どうせ玉砕するなら。あ、そうかも。なんか、これ、うん、あの、僕好きなやつ聞いといてください。だからちゃいますよね、一緒やろ、だからさ。これリンゴバナナ論争。これがリンゴバナナ。そうや、両方果物なんだよね。そう、同じことですよ。と一緒や。あ、そういうこと。あ、ごめん。でも区切りはつくかも。俺の好きなものを一応渡して、ダメだったら、まあ、これは諦めようと、うん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 。っていう意味では、ね、その、なんて言いながら渡されたい。これ広げる。いやいや、なんかいろんなストーリーが生まれる可能性がある。渡す前に歌ってみると。歌っちゃう？耳元電車で？あ、めっちゃ嫌や。ラナランドちゃうんやろ。めっちゃ嫌。だいぶ面白い。だいぶ面白い。だいぶ面白い。電車の中でいきなり横で歌われちゃうんだよ。ラナランドじゃん。そうそう、それちゃいますわな。すごいわ。いや、なんかアクション起こしたいんやったら、うん、なんかそういう、うん、なんやろ、その女の子聞く期間、受け取る受け取らんはあれやけど、うん、自分がこう、うん、
勇気を出して好きな音をこう聞いてほしいっつって渡すっていうのだけでもいいんかなと思って、気持ち的にそれをこう受け取って、その子の中で何かが起こったらいいしみたいな、帰ってくる可能性だってあるかもしれへんしみたいな、その瞬間ちょっと含ます感じで瞬間受け取ることが前提ってこと、だから返されたらそれでもう終わり、うんうん、寝るとみたいな感じ、うん、1年前から決めてましたよろしくお願いします、だいぶ長い間決めてました、それいいかもしれない、新人もって1年前から決めてましたよろしくお願いします、どんどんそれが面白いかな、そうそう電車の中でってこと、いやもうよかったね、ディティールホームでもね、あの降りるタイミングとかで降りるタイミング、あの同じ空間におるときじゃない方がいいな、あそうね、うん、うん、もう他に人いた方がいいよね多分、うん、あの降りてホームでみたいな感じちゃうから、いやそうそうホームはそう外とかじゃない方がいいね、あの追いかけてって、追いかけたらあかん、まあ、追いかけたらあかん追いかけたらあかん、なるほど、うん、細かいことが、ね、すいません、すいません、膨らんだ、ね、どんな CD 渡したらいいんだろうね、どうやって思い伝えましょうかね、リンダさんはどの CD を渡されたらポイントが上がりますか、あもうそれ聞きましょう、なんか、はい、まああの、うん、甘くないやつがいいです、甘くないやつ、甘くないやつ、例えばどんな CD ですかね、なんかずっと好きだったんだぜとかは嫌、そういうメッセージが入っているCD ではなく、ジャックベリーは最高だね、最高だね、エイラビスはジョニー・ビッグって渡されるのラブ・ミー・テンダー、ラブ・ミー・テンダー、ちょっと意味があんまり込められてるのよりはってこと、うん、そうそう、なんかその高校生の世代が聞いてなさそうな、えそうなんだ、じゃあ YMO は、 YMO、 あーいい、あ、うん、YMO じゃの増殖を渡すか、いいかじゃあレディオヘッドとかでもいいんですか、クライアンスだと思われない確かにこいつなんか抱えてんだって、そうそうそう、まあ一番好きな CD でいいんじゃないですか、うん、自分が、うん、これを聞いたらまあロックロール好きになるでぐらいの感じの、あもうそれくらいおらってた方がいいんじゃない、確かに、うんうん、チャックベリーいいと思いますよ、チャックベリー、チャックベリー、うん、こっから始めて全ての始まり、そうだね、うんうん、そっから始まってくる、うん、変なおっさんチャックベリーもらったねんけど、いやだからそれに惹かれたらおしまいなんだってそう、うん、クラスで、うん、めっちゃおもろいね、奇跡にかける一枚でしょしたらジャックにかけるか、チャックベリーに託すんですか託すか、うん、重いよ、うん、だって神様だからさ、うんうん、それ女子高生分かります、分かんなかったそこ前じゃん、何この黒人の、うん、でも誰もらいたいですか、もらいたいっていうか、もら、まあ、女の子から意味が分からない、君が CD を渡されたいんだったら、うん、何の CD 渡されたいですか、知らん ACDC でいいんですか、 ACDC で学生で知らんおばちゃんから、うん、知らんおばちゃんからCD 年上のマダムからね、うん、これ聞きな、うん、みたいな、そう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 、お前高校生で超面白いじゃんそれそれが何であってほしいか何であってもビビりますけど、ね、この人ってならへんいやなるよ、なるけどその中でもその中でも、うん、その中でもだから その本人がなんかちょっと知りたいなって思ってるジャンルやったら、うん、まあ嬉しいかな、嬉しいというか、なんか、うん、なんていうの、神様が来れたんかなとか勘違いするかもしれんけど、ドンピシャの前に出して中島みゆきバーン渡されたらどうすんの、生きていってもいいですか、渡されたらバーンどうすんの、あ俺の高校の時に自殺しそう止めたい手前やってる時に中島みゆきの CD をとあるおばちゃんから渡されたらそうどうすんの、そりゃ感動しますそういうことやそれなんかこのなんか B の塩梅っていうかそのもうなんかもう それ神の使いじゃないですかそれをだから演じろっていうことだよ、いやだからその、うん、そしたらその渡す相手 あの傾向と対策をさリサーチせんと無理じゃない1年間かけていきなりチャックベリーとかエグザイルめっちゃ好きとかジャニーズとかめっちゃ好きな女の子にこれっつってチャックベリー渡したときに何ですか、でもチャックはエグザイル超えていくからチャックはいつものエグザイルを超える男だからこの言い方だとチャックウィルソンみたいな、ね、なるほどベリーのね、ベリーの、ベリーの子や、ベリーの子や、ベリー系のね、ベリー系の人ね、かけるのありだよベリー系にかけるのすごい、すごいよな、すごい、うん、いいね、うん、じゃあチャックベリーってことで、ドンチャックはないですよ、ドンチャックでもね、自分が最高に好きなもん渡してみて、
あんまり相手が好きじゃなかったらもうそれはそれで諦めれるみたいな、ね、うんうん、ね、その先がないしね、そこで、うん、なんやろ、最高チャックベリーも私も好きやねんけどみたいなこともあるかもしれない、うん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 、かもしれない、ね、かもしれない、うんうん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。面白い、めちゃめちゃ面白い、めちゃめちゃ面白い、面白かった。じゃあ次行きましょう、はい、すいません、